春。大手門学院には毎年およそ3000人が入学します。学生、生徒、児童、園児たちはここで何を経験し、そこからどんなことを学ぶのでしょうか。トピックスをご紹介しましょう。認定こども園では0歳から5歳までの園児が過ごしています。幼稚園のモットーは広々、のびのび、生き生き。園児たちが自発的に行動できるよう見守ることを大切に、情操、知能、専門のさまざまな教育が実施されています。大手門学院の歴史はこの小学校から始まりました。最先端の技術や教育機器を取り入れた教育を行うとともに、大切にしているのが伝統。臨海学舎では和歌山県白浜でおよそ3キロの遠泳に挑戦。大正時代からの伝統行事です。大手前中高等学校ロボットサイエンス部が世界大会で優勝するなど、世界を舞台に活躍しています。こちらは手話ロボット。耳の不自由な方を助けたいという思いから開発しました。やっぱりこういうロボット活動を通じて、まあ、いろんな人とも交流できるし、グループ内での絆っていうのも本当に深まったなと思うので、あれ大会だなと思います。大手門学院中高等学校、高校生5人が大手前高校の生徒とともに、外務省が推進する対日理解促進交流プログラム架け橋プロジェクトの参加メンバーに選ばれました。来年1月派遣先のアメリカで日本の文化や魅力などをプレゼンテーションするため、大学の留学生に協力してもらいながら実践形式の事前学習を行っています。しっかり日本のいいところも伝えつつ、そういうアメリカのいいところもちゃんと吸収して、プロジェクト内だけで終わらせるんじゃなくて、今後の生活とかでもしっかり活かせたらいいなと思ってます。大手門学院大学チアリーダー部が世界大会で快挙。2月にアメリカで開催されたチアリーディング世界選手権では見事優勝しました。先月はポーランドでの世界大会にチアダンスの日本代表として選抜され、銀メダルを獲得しています。みんなを元気づけられるように頑張っていきたいと思いますし、大学で学んだことってたくさんあるので、やっぱりそれを継続して頑張っていきたいなって思います。大学経営学部山下ゼミに所属した学生です。学び、行動し、努力し続けた大学生活を振り返った思いを企業との交流会でスピーチしました。成長の場を与えてくれた大手門学院大学に本当にありがとうございました。私は自信を持って言い切れます。自分よく頑張った。心の偏差値を伸ばすには最高の大学でした。大手門学院で学んだ学生、生徒、児童、園児たち、ウィル・ワークイズ・ラーニングをコンセプトに、行動して学び、学びながら行動することを繰り返し、次のステージへと巣立っていきます。